はい、どうもです。今回はですね、こちら狼魚っていう食材ですね。今日もですね、スーパー広瀬むつみ店さんからね、こちら魚提供いただきました。ありがとうございます。で、この魚ね、多分ね、 TikTok 見てる人だったら知ってんじゃない。頭だけになってるのに缶噛みつぶしてグシャーってやってるさ、動画がすごいバズってたんだけど、知ってるかな。そう、そんな感じでめちゃくちゃ顎の強い、日本ではですね、北海道に生息する魚となっております。俺ね、これね、ずっとね、食べてみたかった食材の一つなんで、今回ね、めちゃくちゃ楽しみにしております。ということで、早速観察していきましょう。ちなみに名前の由来なんですけど、英語でウーフィッシュっていうらしくて、訳されて狼魚になったみたいですね。これね、本当にね、歯がすごい。犬みたいにね、立派な歯してますよね。奥にもね、ちゃんと歯がありますからね。でね、あんだけ缶を噛みつぶすようなね、筋肉してるんで、ほっぺの肉がね、すごいです。ウツボと一緒ですね。で、これ、おでこはね、なんかブニュブニュしてるんですけど、何も入ってなさそうですね。でね、思いのほかでかいです。これ、ね、多分6キロぐらいあるんじゃないかな。相当でかいです。で、お腹の中はね、特に何も入ってなさそうですね。で、なんか尻尾の方はね、こんな感じです。あんまり栄力なさそうですよね。なんか意外と可愛い尻尾してます。で、ちなみにこの魚ね、海外では魚付きで疲れてたりとかもするんで、いつかね、海外行ってね、ついてみたいですよね。締める時に親指ちぎられないかな。で、今日はですね、こちら狼魚をフライ、そして茹でてポン酢、こちら2種類で食べていこうかなと思います。ということで、早速さばいていきましょう。はい、そしたらさばいていくんですけども、これね、触った感じどうやら鱗はなさそうなんで、これもう頭ね、落としていきましょう。これね、ヌルヌルしててね、掴めないんで、目持ったら良さそうですね。よいしょ、重っ。よいしょ、まずお腹から開いてみようか。さて、お腹の中には何が入っているんでしょう。お、なんか出てきましたね。さすがに北海道からなんで、冷凍解凍したものなんで、若干ね、お、鮮度があんまり良くないはずなんですけど、これ肝めっちゃ綺麗だな。まあ、臭いわ。これ、おそらく、取れたてだったら肝めっちゃ美味しいはずよ。さすがにちょっとね、解凍した肝は絶対臭いってのが分かってるんで食べないんですけど。肝でかいね、これ。で、これ、胆嚢もでかい。ちなみに胆汁って脂肪分を分解する成分が含まれてるんで、肉食の魚はね、こうやって胆嚢がでかいんですよ。で、あとはもう、ぐちゃぐちゃですね。じゃあ頭ね、ここから落としていきましょう。意外とね、身がね、柔らかい。ウツボみたいな感じかと思ってたんですけど、すごい、ね、柔らかくてさばきやすい。こんなさばきやすい魚なかなかいないな。でも骨はちょっと硬いね。まあ力入れれば切れますから、こんなものをザクッとね。はい、頭でかいなこいつ。はい、そしたら血合い取っていきましょう。はい、そしたら綺麗になったところで3枚におろしていきましょう。これどんな感じなんやろうな。柔らかいな。よっしゃ、反対側や。これね、視聴者の人誰にも伝わんないと思うんですけど、切り心地がね、超気持ちいい。うわー、すごっ。え、これ油じゃない、ここ背中の部分。もうもはやよくわかんないけどな、ここまで来ると。ここまで来たら見た目完全にウツボやな。ちなみにこれ海外ではフライとかで食べられてるらしいです。フィッシュ&チップスね。確かにこのブニョブニョな身はもしかしたらフライが美味しいのかもしれない。こいつ顎に筋肉全振りして、体全然筋肉ないな。すごい柔らかいぞ。どのぐらい柔らかいかな。魚肉ソーセージぐらい柔らかいぞ。いや、魚肉ソーセージじゃないの、もっとだな。例えたいけどわからん。はい、取れましたと。で、これね、尻尾ね、結構血回ってますね。なんかどんな量で取られたか知らないんですけど、多分ね、取るときに相当暴れたんじゃないかな。それかね、のじめにされたんじゃないでしょうか。ということで、次はここ腹骨取っていきましょう。
もう腹骨こんだけしか空いてないよ。取る必要がないかもしれない、もしかしたら。でちょっとこれ傷んでるな、こうした方が良さそうだ。で血合い骨はね、多分ここら辺まで入ってるわ。まあもったいないんで、ここぐらいでちゃんとね切り分けておきましょう。あとは半分に切りますか。こうです、スーッと。すげえ脂乗ってるよ。冷凍だから刺身で食べる気なかったけど、刺身でちょっと食べてみようかな。でとりあえずね、一旦長すぎて皮引けないんで、ここで切ります。ここで切ってこうしましょう。うわー、ブニブニしてやりづらい。すっげえやりづらい。皮引きむず。これね、やっぱりね、力を入れちゃダメなんですよ。優しくこうやって皮と身の間を感じながらスーッと引いていく、それが大事。おお、はい、2回目でうまくいく、それがマサルです。めちゃめちゃうまくいきました。やっぱ人間ね、成長しますから。3回目になればもうこれに関してはプロまで行ってしまうんじゃないかと。ハードル上げてもいいんじゃないでしょうか。あ、やばい、よくわからなくなってきた。やばいやばいやばい、いけたか。うん、2回目の方がうまかったな。でこれ見て、この皮目、これ油ですよ。めっちゃ油乗ってるやん。ちょっとね、これ刺身で食べるにはべちゃべちゃすぎるんで、塩当てましょう。塩を当てて水分抜いて、そっから食べようと思います。これはね、さすがにね、どう考えてもね、べちゃべちゃすぎる。これで15分ぐらい冷蔵庫入れて、後でね、刺身に切って食べましょう。はい、そしたら次は頭です。この頬肉をね、食べたい。包丁の切れ味が悪いわ。出歯でいこう。いや、これ切れ味の問題じゃねえな。ほっぺの皮硬て。すごいな、ほっぺの筋肉。ウツボ以上かもしれない。うわ、これ、狼をいつかついてみたいな。ロシアあたりで魚つきできないのかな。これ、頭のところにもさ、ボコッとした筋肉がついてるんですね。うわ、でもこれすごい切れづらい。魚切り慣れてない人は絶対やんない方がいいです。絶対手切ります。俺も今手切りそうですもん。よし。うわ、ホタテみたい、これ。うわ、北海道のホタテも食べたいな。北海道遠征したいな。ひたすら北海道のウニ食べるっていう遠征。飽きるまで食べる。はい、取れましたと。じゃあ反対側も取りますか。こっちは早送りだろ。3秒で終わるはず。よし。じゃあまず昆布の出汁を引いていきます。ちなみに昆布の出汁、旨味成分はですね、グルタミン酸っていう名前なんですけども、そのグルタミン酸と魚の旨味成分イノシン酸はすごく相性がいいんですね。まあこれもしばらく置いていきましょう。そしたらですね、フライ用に切っていきます。全然美味しそうだな。この頬肉もですね、フライ用に切っていきます。でかいな。もはや鶏肉みたいな硬さありますね。筋肉がすごいんですね。よし、OK。はい、それでは味付けで塩コショウを振っていきます。塩コショウ、ひっくり返して反対側にも振っていきます。なんか普通に想像の5倍ぐらいうまそうなんですけど、変な味を期待してたのに。で少し待っていきます。はい、そしたら塩コショウ振ったら若干水分が出てきますんで、これ水分を拭いていきます。水分を拭いて、で卵、小麦粉、パン粉の順でつけていきます。卵、小麦粉、で、パン粉ですね。逆でした。小麦粉、卵、パン粉や。小麦粉、卵、で、パン粉ですね。小麦粉、卵、パン粉と。はい、そしたらパン粉をまぶし終わりました。揚げていきましょう。セット。はい、そしたら油入れていきましょう。はい、それでは頃合いじゃないでしょうか。入れていきましょう。なんだ、普通にうまそうじゃないか。じゃあ揚げていきましょう。うわー、うまそう。そしたら唐揚げ作ってる間に鍋の方も作っていきましょう。
じゃあこちらは、まあ、あんま火通しすぎない程度に軽く茹でていきましょう。こんなもんでいいですかね。これ取り出して、で最後に小ネギをパラパラとまぶしまして、あとはポン酢かけていただきましょう。さて最後はお待ちかね、お刺身いきましょう。水分だいぶ出てるんじゃないかこれ。うわー、水分だいぶ出てますね。やっぱりこの水分と一緒に臭みがね飛ぶんで、やるとやらないではかなり違ってきます。どうやって切るのが正解でしょうね。薄く切ってみましょうか。はい、オオカミウオのお刺身完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずはどうしようかな、刺身からいきましょう。うわ、これ気になるな。くそい。うん、これオオカミウオ自体のポテンシャル高そうなんですけど、一旦やっぱ冷凍して解凍してるんでちょっと臭いですね。ちょっとそれは仕方ないかも。じゃあ次フライいきましょう。これはうまいんじゃないか。これはめちゃくちゃ美味しいですよ皆さん。なんかね、ファストフードに出てきそうな味ですね。なんか上品な魚っていうよりはハンバーガーとかに挟んだらすごい美味しそうな味がします。味も濃くて食感も良くてね、普通にうまい。そしてね、俺頬肉気になってたんですよ。これ頬肉食べてみましょう。うわ、全然違うわ。うわ、これ面白。普通の身のフライはまあちょっと白身魚って感じなんですけど、カンパチの釜みたい。すっごい味濃くて食感もね割とあって、これめっちゃ美味しいわ。ほっぺ、ほっぺのフライ激うまですこれ。じゃあそしたらですね、茹でたものも食べてみましょう。ポン酢でいただきます。これね多分美味しいと思う、俺の長年の勘が言ってる。いただきます。ああなるほどね、これね想像以上にオオカミウオ味が濃いです。油の味もすごい濃いし、魚自体の味もめっちゃ濃いんで、大根おろしとか入れて、あとレモンも絞るぐらいじゃないとちょっとね味が濃すぎてきついわ。美味しい魚なんですけど、ちょっとこれはね味が濃すぎた。うんうんうん、はい、それではごちそうさまでした。いや念願のオオカミウオね、面白い食材でしたね。まあさすがにねちょっとね冷凍して解凍してるんで、ちょっとね油の臭みだったりとかがね出てたんですけども、今食べてみた感じかなりポテンシャル高そうな魚だなと思いました。いつかね北海道遠征行きたいですね。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは